大石正則は、日本のクラシック音楽と現代音楽の、サクソフォーン奏者。石川県生まれ、千葉県出身、横浜市在住。松戸市立河原の塚中学校吹奏楽部で、サクソフォーンを始める。1999年東京芸術大学卒業。同年東京芸術大学大学院修士、家庭入学。2001年東京芸術大学大学院修士。 家庭修了。同年9月到仏し、パリ国立高等音楽、舞踊学校に入学。2年から4年まで文化庁派遣芸術家海外、研修院として、研鑽を積む。4年アムステルダム音楽院に短期留学。同年6月に、パリ国立高等音楽、舞踊学校作素法音科、室内学科を、6年には、即興演奏科を、 すべて最優秀の成績で卒業。さらに5年より、パリ国立高等音楽、舞踊学校第三課提出内学科に進み7年6月に終了。これまでに、安田生命、クオリティオブライフ文化財団、メイヤー財団、エラスムス財団、ソシエテジェネラル財団から助成を受ける。2008年東京オペラシティ文化財団、BC に出演。 朝日新聞史上で高い評価を得た2011年から2016年までブルーオーロラサクソフォンカルテットメンバー。身長184センチ現在、大阪音楽大学特任准教授、東京芸術大学、専属学園音楽大学非常勤講師、エリザベト音楽大学特別講師を務める。ありがとうございます。